JRA から新潟競馬場のイベントが発表され、お昼休みに行われるイベントが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。新潟競馬場でパドックウォーク開催。暑熱対策を行う今回の新潟開催で、衝撃のファンサービスが行われることが判明した。 JRA は13日に夏の新潟競馬第 2.3 回イベントを発表。暑熱対策でお昼休みが設けられる7月27日、28日、8月3日、4日の4日間は午後0時から1時20分の間、パドックを開放する、その名もパドックウォークというスペシャルイベントを行うことが分かった。各競馬場で開催最終日などに馬場開放イベントが行われることはあるものの、今回行われるのはパドック開放という新たなファンサービス。ファンにとっては入ることのできない、とても近くにありながら遠かった場所でもあるパドックが開放されることになる。しかもレース当日のお昼休み時間中に開放されるイベント。注意事項にはピンヒール、ハイヒール、スパイクなどパドック内を傷める可能性のある履物での入場はできませんと書かれている。マナーを守り、水分補給など体調管理をしっかりして楽しみたい、かつてないスペシャルイベントだ。人間パドックわらわら、うんこ踏むやん。うんこ臭くてたまらんし踏むだろ。係員さんがすぐにほうきとちりとりで取りに来るから大丈夫じゃね。掃除してもうまくその香りが漂うと思うが。言うほどパドック入りたいか。夏場のパドックとか暑いし匂いもひどそう。芝コースは開放感あるけどパドックは別にね。うまっき出しちゃうぞ。ひとっき出してもいいのか。気性荒いのはリボン着用な。馬と触れ合わせろ。暑すぎて休んでるのに炎天下を歩けってか。去年の関屋記念の日は死ぬほど暑かったな。馬もヘロヘロやったで。最終日の馬場開放の時に植えてある花持って帰っていいとかないの。新潟のイベント見たけどしょぼすぎるな。あれで3時間過ごせと。普通に札幌競馬やればいいだけだろ。パークウィンズ阪神のパドックでビアガーデン営業してたのを見たことあるが、3時間じゃ準備と撤収までは無理だな。逆に炎天下の馬の気持ちを分からせるイベントか。馬の気持ち味わせるとは斬新だな。パドック歩く人たちを高いところから見下ろしてデスゲームの黒幕ごっこができる。人間パドック解説ごっこもできる。パドックで歩いてる途中、とまあれーでやってほしい。なんかこの感覚、初めてじゃない。前世で俺歩いたことあるぞ。インスタ女、パドック入った音符自撮りパシャー。ロックディスタウンの真似するやつが出そう。偽物かよ。最終週の馬場開放で人間版アイビスサマーダッシュやってほしい。スマシックスとか人殴ったとかのやらかし連中で選曲やらせとけ。スペシャルゲストはゲンジパイとフミオで。お前、うまっき出すなよ。通常のお昼休みの時間だと食べ物買うのに並んだりしてると、すぐ午後のレース始まるから、ゆっくりできていいかも。パドック歩いて、お笑いのライブ見て、ターフィーショップ見て、新潟名物を食べて、午後のレース検討してたらちょうどいい時間じゃない？東京競馬場じゃあるまいし、端から端まで30分も歩けば十分だろ。コロナ前に地元の若手芸人がパドックというか入り口近くでゲリラ的に競馬あるあるの漫才をやってたが誰も足を止めてなかった。こういうのたくさんやれば飽きないかも。ギター弾き語りとかやりたい人は多いだろ。新潟競馬場にいるやつはまだいい。暇なら外でやいいんだから、かわいそうなのは札幌競馬場にいるやつだ。札幌最終終わったら紙馬券買えなくなるんだぞ。それに遠征してきてるやつは新潟の最後までいたら帰る便がなくなるかもしれん。札幌は歩きでも駅近いからどうとでもなるが、新潟なんて周辺にラブホしかない土壁地なのがね。バスも少ないし。去年初めて新潟行ってバスもタクシーも激混みで早通り駅まで歩いて帰ったの思い出す。炎天下の中辛かった。馬娘のコスプレが来そう。昔はパドックで馬や馬車に乗れたりしたな。柵外からやじってやる。手製のゼッケンつけて周回するやつは出てきそう。そんでネットに無断で上げられて開示の人間競馬とか揶揄されるんや。 YouTuber がクソみたいな動画撮りそう。いい企画とは思うが、イカれた写真の投稿合戦にもなりそう。踊ってみたとか取り出してイベント中止になるまで見えた。人間が歩いてる時はミストは出してくれるんかな。こんなんじゃなくてクーラー効いた場所でジョッキーとおしゃべり、飲み物は、こっちで用意するから別にいい。15分かける時間枠で売り出せ。こういうのがいい。下見所より県競馬のポケット歩きたい。近場道を通って外に出る瞬間は開放的な気分になりそうだな。暑熱対策の休憩なのにクソ暑い場所開放してどうしろと。熱中症対策でやるのに本末転倒だろ。ミスト噴出はやってくれるの？パークウィンズでパドックに入れるところもあるし、そんなに衝撃的な内容ではないかな。入ったことない人は興味あるのだろうけれど、
中断時間を潰せるほどではないでしょう。靴が汚れるのが嫌な人も参加しない方がいいだろうね。パドックは初掃除するとはいえ、ボロがいっぱい落とされている。そこをちゃんと理解している人じゃないとね。ウォークという名前からして、単にパドックに入れるだけのイベントじゃなくて客が馬みたいにぐるぐる周回するイベントになりそうだな。暑熱対策が目的で発送時刻が繰り下げられているのに、これで熱中症により人が倒れたら元も子もなくなりますね。猛暑などで馬を歩かせることができないパドックをファンに解放わらわら。あと別にこのイベントそのものはそこまで珍しい企画ではないと思うのだが、炎天下で引いて歩かさせられる馬の気持ちになれ、って計らいですね。わかります。人が歩くパドック見れるのか、馬娘かな？馬耳のカチューシャをつけたコスプレの人が現れると思う。実際は親にハーネスつけられた子供が歩いてほのぼのしそう。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。